Hola a todos, bienvenidos a My Spanish School. El tema de hoy es 自己紹介なんですが、今回重要視するのは自己紹介や自分のことを伝えるフレーズを使うタイミングを見極めることにしましょう。どういうことかというと、実際大勢が自分のことを見ている中で、私は何々で、何歳で、趣味は何々です、みたいに改まって自己紹介する機会ってそう多くはないと思うんです。それより話し相手に聞かれて答えるという方が多いはずです。そこで名前一つをとっても聞かれ方は複数あります。なので今回の構成としては、後半に名前や出身地などの各項目につき複数の一般的に使われる聞き方を紹介して対応できるようにしましょう。でも前半には皆さんが気になってこの動画に入ったであろう自己紹介の各項目から、今回は初級者向けということで一つずつ紹介しますが、これらの答え方もしくは言い回しは後半のどの質問をされても自然な答えになるものです。しかもカジュアルでもフォーマルでもこれ一つで大丈夫という便利なフレーズです。いいですか？では早速始めましょう。まず簡単に自己紹介をする方法ですが、もう結論からいきましょう。ズバリこれらを覚えれば相手が何を聞いてるのか分かる限り、ほぼどのシチュエーションでも使えます。むしろここで動画は終わりにしても大丈夫なんですが、簡単に解説をしましょう。まず1番目の名前を伝えるとき、どれも空白を埋めれば使えるので、この場合僕だったらソイ・リュイチと名前をつけるだけで大丈夫です。ちなみに今回は丸暗記しちゃいましょう。あと僕の本名がこれなんですが、2番目を使えば親しい人にどう呼ばれているのか伝えられるのでこうなります。メジャーマン・リッチ。さらにこの2つをセットで1つの文にしたい場合は、ソイ・リュイチ・ペロ・メジャーマン・リッチと使えばすごく自然です。では次の3番目はソイで何々。ここに地域名をつければどこ出身なのかを伝えられます。例えば僕の場合はソイでペルー、でもほとんどの人がソイでハポンになると思います。あとは国の名前でも都道府県などでも大丈夫なので、ソイで東京やソイで大阪ハポンなども OK です。では4番目、天語何々アニョス。これで数字を入れれば年齢が言えるので、例えば僕の場合はtengo 25 años になります。これだけで大丈夫です。ではどんどんいっちゃいましょう。次は5番目の職業などを言うときです。1番目と全く同じ形ですよね。というかソイがすごく出てきてます。なぜかというと、これは英語で言う be 動詞だからです。 I am の am の部分なんですが、スペイン語では認証代名詞を省略することが一般で、yo soy 何々じゃなくて soy 何々としか言わないのがほとんどです。でも初めての人からしたら何言ってるんだこいつって感じだと思うので、今は聞き流しても大丈夫な話です。本題に戻ると、例えば僕の場合は soy profesor、 他には soy empleado や soy doctor、あとは職業じゃないですが soy estudiante や soy ama de casa も言えます。自分に当てはまるものを訳せばすぐに出てきます。最後に6番目は me gusta 何々で、自分の趣味や興味のあるものを言えるので、ここは動詞でも名詞でも大丈夫です。例えば me gusta leer、 これは動詞ですが me gusta el sushi と名詞で、ここに好きな料理でもスポーツでも何でも入れることができます。ちなみに mi hobby es 何々という表現もあるんですが、これは趣味は何ですかと聞かれた時にしか使えないので、一つだけ覚えたいなら me gusta 何々だけで問題ないです。例えば僕の場合は me gusta el fútbol になります。ではこれで以上ですが、最後に mucho gustoといえばよろしくやよろしくお願いしますの意味を持つので、好印象を与えることができます。では全て使って自己紹介をしてみます。ちなみに皆さんが使いやすいように出身地のところは日本に変えてます。あと1と2は組み合わせてます。では Soy Luis pero me llaman Rich、 Soy de Japón、 Tengo 25 años、 Soy profesor、 Me gusta el fútbol、 Mucho gusto。 こんな感じです。自分に当てはまるものを埋めていく感じになります。では最後に一般的にどのように名前だったり出身地だったりを聞かれるのかを紹介します。今回は一つ一つを紹介するだけで深掘りはしません。もしかしたら多いかもしれませんが、繰り返し聞いて覚えれば先ほどの自分のことを伝えるフレーズを使えます。あとはもちろんこれらを使って尋ねることもできます。ではまず1番目の名前を伝える。ソイ何々と答えるのは次のような時です。コモテジャマス。¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Tú eres... Tú eres... ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? どんどんいっちゃいましょう。2番目のあだ名を伝える。Me llaman 何々と答えるのは次のような時です。¿Cómo te llaman?
¿Cómo te llaman? ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Cómo quieres que te llamen? ¿Cómo quieres que te llamen? では次は3番目の出身地を伝える Soy de 何々と答えるのは次のような時です。¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De qué país eres? ¿De qué país eres? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? 次は4番目の年齢を伝える Tengo 何々 años と答えるのは次のような時です。¿Cuántos años tienes?¿Cuántos años tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? では次は5番目の職業を伝える Soy 何々と答えるのは次のような時です。¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Cómo te ganas la vida? ではでは最後です。6番目の趣味や興味を持っていることを伝える Me gusta 何々と答えるのは次のような時です。¿Cuál es tu hobby? ¿Cuál es tu hobby? ¿Cuál es tu pasatiempo? ¿Cuál es tu pasatiempo? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? はい。この後半のフレーズは繰り返し聞いてみてください。では、今回の動画は以上です。勉強になったと思ってくれれば高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた、hasta luego!